いっぱいありますね、種類。いっぱいある。ね、うん、こんなにあったんですね。一番最初にあったのが、どれだったかな、2001年。1年っていうと19年前。そう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 。フルーツ味 と, チョコ味。チョコ味。それはもうずっと残ってるんですね、そうそうそう、今現行まで。で、その次にブルーベリー。ブルーベリー。うん、ブルーベリーも残ってます。生きがない。いい商品を作られたいことです。ありがとうございます。好きな商品とかある。好きな商品。好きな商品。個人的に。個人的は今も残ってるチョコ味。どれですか。そうですね。やっぱりチョコ味ですかね。じゃあ私もチョコ味で。みんな一緒ですね。一番なんていうかな、しっとり感、途中からしっとりにしてないけども、はい、しっとりの感じに持っていってて、良かったなと思って。もともとでもしっとりじゃなかったんですか。なかったんですか。パサパサ。あ、パサパサですか。パサパサ。パサパサからしっとりに改良していった。そうそうそう。それはだから栄養さん、もしくは養さんの方がこうした方がええんちゃうんっていう話になって、でそうしましょうかって配合も変わってる。それでだから歴史とともにこう味の、まあ、味っていうか、まあ食感ですね。そうそうそう。それが変わっていたと。実際自分でも関わった商品あるんですけれども、こんなにあったんだっていうので並べてみてちょっと驚き。なぜトップバリューと浜田コンフェクトはロングセラー商品を生み出せたのでしょうか。トップバリューで長年お客様に愛され続けているライトミールブロック、その製造に携わり続けている浜田コンフェクトを訪ねてみました。機能性の焼き菓子を主力とする菓子製造メーカーです。1945年に創業してですね、現在に至ってます。企業理念としてはですね、お客様を第一に考え行動し共に成長しますが原点で、それをかなり忠実に守って行動してます。原料の仕込みから包装まで、まあ、一連の一貫した効率的なラインを持っているところ、開発の強みだと思います。自社の名前が出る出ない関係なしに当社で作った商品が並んでるというのはやっぱり嬉しいですね。トップバリューの理念を共にできる確かなこだわりと熱意、2つの企業の揺るぎない思いがロングセラー商品を生み出したのです。そしてロングセラーとしてお客様に愛される商品になるまでには様々な苦労や努力が。手で作るんじゃないんで、機械で作る難しさ、手ではそこそこのものは作れるんですね。機械ラインっていうのが設備に載せるための難しさ。今回のこのライトミールブロックに関してはいろんな味が試されてます。正直なところ自社でやるよりかはいろんな種類をやってるつもりなんです。だからそれはトップバリューから言われるからできるんですよね。そういう意味ではいろんな種類のことを、確かに失敗もしましたし成功もあるかと思います。試されたというのは大きいことだし、それは自社の製品にも活かせることができると思います。知らない間にこれぐらい開発してたんだっていう商品の多さにちょっとびっくりしました。食の楽しさっていうのをトップバリューと共にお客様に届けたいと思っています。まあ、それがやりがいだと思います。当社のもともとの強みである菓子製造業としての美味しさを追求する高い技術力、あとは設備と人による品質管理力をうまく活かしていただけたのではないかなと思います。弊社の商品開発、特に自社商品の開発に刺激になったんではないかなと。トップバリューの商品がこんなに美味しいものができるんだったら、自社の製品ももっと美味しいものを作ろうかなというのは、多分商品開発の担当者同士で切磋琢磨してできたんじゃないかなと。トップバリュー様との関係というのはもう本当いい関係だなと思います。変わりゆくニーズ、それでもお客様を第一に考え共に成長していく姿がここにはあります。ロングセラー商品の実現と、またあの消費者の方から美味しいと思われる商品の開発にですね、少しでも営業の立場として関わっていけれたらなっていうのは思ってます。お客様に満足していただけるロングセラー商品を開発していきたいです。時代が変わればまた変わるんです。
これ今はよく言ってももうちょっと待ちたらやっぱりダメだよねとかっていう形があるんで、その辺の大きな波をつかまえながらロングセラー商品を作っていくっていうのは夢ですね。同じ思いを持ち共に高い品質を目指したからこそ出来上がったライトミールブロック、その歩みはこれからも続きます。